2球目は何で来るか。膝元をつきましたが外れました。ボール先行です。膝元への変化球、決まりました。3ボール2ストライクです。真ん中打ちました。ファウルになります。
つアウトを取りました。さてバッテリーはこのバッターどう攻略していくでしょうか、小宮山さん。まあそうですね、やはりアウトコースのストレートが中心になりますね。カーブ系の変化球は使うなら水玉ですね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。初球は何で来るか。アウトコース打ちました。20位、1塁そのまま入ってアウト。バッターは3番の丸。ツーアウトランナーありません。さて今日この大事な初戦ですが、森がマウンドを任されました。それだけ期待が大きいってことですからね、好投を見せたいですよね。初球はストレート決まっています。これが2球目。厳しいコース、ストライクです。ノーボール2ストライク。3球目は何で来るか。バッター見送りました。引っ張った、ライン際打球が伸びる。一塁線落ちてフェア。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ツーアウトランナー二塁。さあイーグルス先制のピンチを迎えています。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね。まあただこういった場面でも力を出せるピッチャーですから、期待していいんじゃないでしょうかね。やはり安易にストライクから入れませんよね、ピンチですからね。ああやはりそうですか。まあここはバッター甘い球を狙ってますから、厳しいところに決めたいですね。なるほど、そうです。ストレート打った、ショート取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。守ります。西さん、こういった短期決戦でバッターに求められるものと何になるでしょうか。まあ、とにかく受け身にならないこと、とにかく自分から手を出していく、そういった積極性が大事だと思いますよ。今日はどこから点を取っていくのか期待しましょう。カープマウンドに上がるのは先発のジョンソン。どう抑え込んでいくのか注目です。さあここから裏の攻撃になっていきます。西さん、こういう試合ですから初回から攻めていきたいですよね。うん、そうですね。相手の先発も緊張してるでしょうから、初回で崩していきたいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。最初は変化球できました。スライダーが決まります。インサイド打ちました。これはセカンドライナー。バッターは2番に入っている両ジョンソン。まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーはジョンソン、そしてキャッチャーは石原。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。西
さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。外外れてボール、ボール先行です。インサイド打ちました。高く上がった。レフトバックする、バックする。レフトが追いかけますが頭を越えました。二塁へ送球する。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。最初は変化球できました。ライトへ、ここは打ち上げています。ライトフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには2人入ります。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。アウトコース、これは見送ってボールです。レフトへ、いいところに上がっている。ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。先制は許しませんでした。先制のチャンスがあったイーグルスですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回の表、カープの攻撃。バッターボックス、新井。イーグルス、得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ小宮山さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね。2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど、さあここからどう抑えていくか。バッター、打球はレフトへ、ここは打ち上げていく。おっと、これを掴んだ。バッターボックスには6番鈴木。まずはワンアウトを取っています。まず何を投げてくるか。初球ボール。はい、さてこの鈴木、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、目の覚めるような速い打球を外野オーバーまで飛ばすことができるバッターですね。ああ、そうですか。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。引っ張った。サードが取る。ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている堂林。ツーアウトランナーありません。
初球打ち、これはどうか、ヒットになった。ツーアウトランナー一塁、バッターボックスは8番松山、ヒットでランナーを一塁に置いています。決めてきました。低めはこれは入っていました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。見逃し三振です。スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。0対0同点です。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。今のはバッターよく見ましたよね。ボール先行です。これが4球目、外の変化球、空振りです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。さあ5球目は何か、インサイド打ちました。これはどうか、よく追いついた、一塁へ。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。さあ先制のランナーが一塁です。バッターボックスには岡村、ここはエンドランを仕掛けていっても面白いですよね。さあ仕掛けてくるでしょうか。いきなり牽制、一塁はセーフ。また牽制、セーフ。初球は何から入ってくるか。初球は外。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。バントしました。取りました。一塁送球アウト、ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。背番号29、際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。三塁とかあります。さあそして打席には達也入っています。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。この先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですよね。まず際どいコースから入りました。
ます。西さんどうでしょう、走ってきますかね。まあ十分考えられるでしょうね。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。決めてきた。あっという間に2ストライクです。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここは左ピッチャーなんで慎重になってくるかもしれませんね。なるほど、そうですか。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。いや本当足速いですからね。これで1本出ればランナーが帰ってきますね。やはり足があるっていうのは大きな。打ちました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回イーグルス相手のエラーを誘い先手を取りました。2回終わって1対0、イーグルス先制です。大宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで、余裕みたいなものが出てきますよね。そうですよね、この後のピッチングに期待しましょう。最初は変化球持ってきました。ストライクです。見送ります。これが3球目。ワンボールツーストライクです。インハイ際どいコース、チェンジアップ外れました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って田中、森、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。カウントはノーボールワンストライクです。空振りになります。ノーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。バッターは2番菊池、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。
マーク。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはイーグルスです。さあ2球目は何か。高め打ちました。これはどうだ、センターに抜ける。先頭バッター出ました、楽天イーグルス。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターボックスには亮、まあ送りとしたら彼がきっちり決めてくれるでしょうね。さあランナーをどう生かしてくるか。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。これは足元への変化球。ワンボールツーストライクです。低め、これは外れた。次が5球目、外へのスライダー、ここは見極めています。フルカウントになります。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、セカンドランナーホームイン。イーグルス1点追加します。センター前へのタイムリー2対0になりました。イーグルス2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。先ほどはいい形で打線がつながりましたね。まあそうですね、勢いがありますよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。ここも牽制、一塁はセーフ。初球空振り、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。そのままスタンドに入りました。
きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。楽天イーグルス4対0。これぞ4番という仕事をしてくれました。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに白球消えていきました。ナイスバッティングですね。大きなリードをもらいました。内野安打でした。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。次が2球目、空振りになります。ノーボール2ストライク。になっています。バッターは6番岡村。ツーアウトランナーありません。初球ボール。今のはバッターよく見ましたよね。ボール先行です。7人目のバッターになります。西さん、バッターの伊集院、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、状況によって変わりますが、もともとは速いカウントから積極的に打っていくタイプで、ボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。なるほど。ワンボールツーストライクです。インコースボール。外れます。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。さあ、これで決まるのか。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回イーグルス3点を追加しています。3回終了4対0、楽天イーグルスのリード広がっています。バッターボックス丸。前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから、今度はその使い方は工夫したいですね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。引っ張った。打球はライトへ。しかしこれは追いつくか。ライトが取りました。小宮山さん、ここはバッテリーどんな思惑でしょうかね。そうですね、引っ張るバッターなんでインコースをうまく使ってファールでカウントを稼ぎたいですね。なるほど、そうですか。インサイド外れます。2球目は何で来るか。変化球タイミング合いません。3球目、打
ちました。セカンド取る、アウト、ツーアウト。打席には5番バッター新井、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回の森、4球でツーアウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだと思いますよ。これが2球目。この球は外れています。次は厳しいところでストライクを取らないといけませんね。はい、内へのボール外れました。低め見送りました。ストライクです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。1塁、打席には6番バッター鈴木、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあまず1球目、アウトコース見送っています。ボール先行です。変化球外れました。ストライクが入りません。ここは1球見ました。になっています。さあこれで決まるのか。打ちました。わずかに右に切れました。ファールボール。見逃し三振。スリーアウト、チェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。4対0楽天イーグルスがリードしています。楽天イーグルス4回裏の攻撃になります。バッターボックスは8番達也。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。イーグルスリードで迎える4回の攻撃です。西さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですがいかがでしょう。この点差ではまだまだ安全圏とは言える状況ではないですからね。確かにその通りですね。3球目は何で来るか。打ちました。菊池アウト、ワンアウトです。バッターボックスは9番直井。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ジョンソン、まずは先頭バッターを打ち取っています。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。150キロ。これはどうだ。ヒットになった。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。
順は1番に帰ります。バッタースマート。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。セーフ。これが1球目。初球ボール。平行カウント。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。この回イーグルス結局3人で攻撃を終えています。4回終了4対0、楽天イーグルスがリードしています。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど。さあどう来るか。変化球入りません。打ちました。これはどうか。取りました。一塁を送ります。アウト。ワンアウト。8番バッター松山。まずはワンアウトを取っています。これが初球。初球ボール。改めてお聞きします。バッターボックスの松山、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、当たればホームランも飛び出す長距離砲という感じでしょうか。なるほど、そうですか。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックス石原、2アウトになっています。ストレート決まっています。落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあそしてバッターボックスには田中が入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。こういった要所を締めていくことが勝利に結びつきますから、しっかりと抑えたいですね。なるほど、そうですね。